こんにちは、ジャズドラムの黒田です。質問がありまして、こうレギュラーグリップの練習を始めたけれど、ここの関節の、ね、ここに当たって痛いというお話があったんですが、僕は視点をですね、ここだと思って、ここはパッキンでしょ、ここはだからこういう風にずれないようになってて、でここを視点にして力点をここにしてるんですね。そうするとここに当たりようがないんですね。多分だから当たるってことは、こう無理やりこうギュッて伸ばしてこうやって練習してるんじゃないか。これだと痛いですね。なのでもっとこう刀をこう十手が捉えて、こういうテコの原理を使って、こことここでこういうふうに回転させて叩くので、ちょっとグリップを見直していただけるといいのかなと思います。こういうふうですね。こういう風になる人はよくいるんですが、これはこの腹のここら辺を当てると非常に使いやすいですね。で、指をかけたりするんですが、かける時もやっぱりここには当たらないので、この辺のちょっと手の動きを見てもらって練習してみてください。以上でした。ありがとうございます。